飛騨高山吉間農園では、人と自然環境に悪いものは使いたくないという思いから、肥料、農薬、堆肥を使わない自然栽培に2001年頃から取り組んでいます。また市内の各家庭で古くから使用してきた木だるを譲り受け、古代の伝統製法を再現した漬物など、添加物を使わない発酵食品の加工・販売も行っています。吉間農園としては、無農薬栽培のみならず、堆肥や、肥料を使わない、そういう栽培に取り組んでいます。そのことが地球環境、そして畑の環境、土の環境を向上させる結果になるため、永続的な農業として確立されるということは確信していますね。環境を生かし人を生かす、そういった農業こそがこれから本当にかけがえないことであって、それをいち早く示していかなければ世の中は変わりっこないんですよね。作る責任、使う責任、地球をも使ってるんじゃないかなと思うんですね。何か道具を使うんじゃなくて、地球を使わせていただいている立場として責任があるんじゃないですかね。吉間農園って小さな経営体として取り組んできたことが、こんな小さな高山という町にいくつもできたら、もうそれってもうユニークなことなんじゃないですか。それがお互いにこう競争という戦いではなくて、お互いに向上し合えるような関係性ができたとき、それは初め点だったところが1件増えれば線になって、もう1件増えれば面となるじゃないですか。その面がどんどん広がっていくっていうこと、そしたら飛騨高山というところが、あ、 SDGs 宣言の町だなって、そんな場所になったら、吉間農園が願うところなんじゃないかなと思いますね。人と環境に優しい農業で高山を元気にしていきたいです。高山市では私なりの SDGs 宣言の参加者を募集しています。始めませんか？ SDGs